はい、イゾログです。今日はですね、屋根の塗装ですね。あれれれれっていう感じなんですけど、この動画1本しかなかったんですよ。なんでかっていうと、なんかどっかに撮ったはずなんですけど、それがなくなってましたね。はい。なんでちょっといろいろ、この後はですね、ブルースクリーンにやられたりとか、あとは屋根裏に足媒体入れたりしたところまでかな。結構短い動画になってます。その分ですね、コンテンツを増やさないといけないんで。っていう、水増しなんですけど、申し訳ないですけど、次はですね、パソコン壊れました。これが噂のブルースクリーンかっていうやつですね。これは、お茶摘みからのバイトから、そうか、お茶摘みのバイトに行く前に、これすでに発覚してたやつですね。なんか知んないけど、立ち上げてもこれずーっと、自動修復なんですよね。自動修復できないんだったらもう諦めて立ち上がってくれっていう感じでしたけどね。で、とうとう俺のパソコンにも来たかということですね。観念して、これバイト、京都のね、お茶摘みのバイトに行かなくちゃいけなかったから、ちょっと時間なかったんですよ。で、ちょっと開けるだけ開けて、ハードディスクの位置と、ハードディスクの外し方だけを、確認して出たっていう感じですね。いやー、でもこれね、すんごいイライラしましたね。で、イライラしたし、すげえ焦ってましたね。なんでかって言ったら、僕、パソコン買って、リカバリーディスクとか、バックアップってしないっすよ。で、むしろそれは、パソコンが好きな人とか、パソコン分かってる人はそれするんだそうですけどね。なので、これはいい経験にもなりましたよね。初めてSSD とか、いろいろ設定自分で変えたしね。で、これがですね、取り出したハードディスクを、読み込ま、別のね、パソコンで立ち上げて読み込ませたものですね。他のやつは、外付けハードディスクに、都落ちですね。で、この時はですね、天井裏に足場板入れるとこまでやって、確かね、京都のお茶摘みに行ってます。で、これが天井裏で、動画は後々上げるんですよね。いつになるかわからないんだけども、この家平屋なんですけど、天井と梁の高さ違うんですよ。だから多分増改築は絶対してるんですね。で、ここは天井が、高いんだけれども、屋根裏が低くて、で、しかもなんて言えばいいんですかね、これ、断熱材を2年前に敷いてるんですけどね。終わっちゃった。なんていうか、竿天井は足ついたら落ちるので、そういうの意味合いでも怖いので、足場板入れてました。はい。今回は結構、サクッと短い動画ですね。一応、あと、データはなかったらどんまいっていう感じですね。はい。で、今年2024はちょっともう出稼ぎ行くので、これにて、終了です。ではでは。